そう、分かった元気だった俺がお前の何を聞くの マジで言ってんのそれ俺のセックスとどっちが好き先生は私がずっと先生を誘惑していたと気づいていますか大事な話をしてくれてると思うからちゃんと言うんだけどひどい信じてみる気はある。